皆さんこんにちは、Bレジェンド小林です。今回は肩トレのサイドレイズのバリエーションでケーブルサイドレイズのやり方を解説していきます。サイドレイズですね、ダンベルでやるのが一般的かなと思います。皆さんもねサイドレイズでやってらっしゃる方が多いかなと思うんですけども、ダンベルの欠点って基本的にですね、フリーウェイトって地面と垂直の方向にしか負荷がかからないので、上げてる時はいいんですけども、下ろしてくるにつれて負荷が弱くなってしまう。でもこの辺から先はもうほとんど負荷がかかってない、三角筋から負荷が抜けてしまう。その欠点を解消してくれるのがこのケーブルのサイドレイズなんですね。ケーブルですとケーブルからこう常に引っ張られているので、普通のダンベルだと負荷が抜けてしまう、可動域のところでも横から引っ張って負荷を加えてくれるので、最後まで負荷が抜けずにしっかりとね三角筋チューブに負荷を与え続けてくれるということで、ぜひですねこうダンベルだけでサイドレイズやってる方には一つのねバリエーションとしてぜひ取り入れていただきたい、そんな種目になってます。でやり方としてはケーブルのなるべくですね一番下、地面に近いところにケーブルをセットしてください。これはねもうケーブルの位置が固定で一番下になっているので、このままやるしかないんですけども、ケーブルのね高さを調節できるようなケーブルマシンがある方はケーブル一番下にセットしていただいて、でこういうハンドルをねセットしてください。で、まあ、ケーブルが出てくるねところの、まあ、真横ぐらいに立っていただいて、あとは普通のサイドレイズと同じように肘を上げて戻して上げて戻して上げて戻してという形でやっていきます。でこれもダンベルのサイドレイズと一緒で、真横にね上げてしまうとインピンジメントといって、肩のですねインナーマッスルを挟んでしまって怪我をするリスクが高くなってしまうので、気持ちですね真横よりも若干前に向かって肘を上げていく、そんなイメージで動かしていただくのをお勧めします。このケーブルサイドレイズの一番のメリットというのは、このねしっかり下ろしきったところで負荷がかかり続けてくれる、負荷が抜けないというところなので、しっかりね下ろしきるまで丁寧にこのケーブルからかかってくる負荷にしっかりとね三角筋の力で逆らってゆっくり下ろしていくようにしてください。上げてねスッと下ろしてしまうとダンベルのサイドレイズと同じで負荷が抜けてしまうので、もったいないことになってしまいます。まあ、なのでしっかりね重量は軽めで構わないので、しっかり腕を下ろしきるまでゆっくりですねウエイトをコントロールしながら下ろしていくと、そういう意識を持って動作してみてください。ということで今回はサイドレイズの、ね、バリエーションとしてケーブルサイドレイズのやり方解説させていただきました。サイドレイズ系の、ね、種目の中で数少ないしっかり、ね、ストレッチさせたところ、一番、ね、下ろしきったところで負荷がかかり続けてくれる非常にいい種目ですので、ぜひぜひ、ね、チャレンジしていただければと思います。他にも、ね、知りたい種目やり方あればコメント欄にぜひ書き込んでいただければと思います。他にもね B レジェンド公式 LINE では毎日お得な情報を配信しておりますので、概要欄のリンクチェックしていただいて登録よろしくお願いします。その他にも概要欄にお得なセールの情報や新商品の情報を載せてありますので、そちらもチェックよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。